角川式総研の遠藤です。今日はですね、これです。ヤマハの DX7。もうこれね、ちょっと12個ぐらいしか気付いてないんですけど、本物は61個なのかな。めちゃめちゃ憧れた、かっこいいなと思った人も多いと思います。これを今日は作っていきたいと思います。コンピューターにとっては画像がやっぱりすごく CG の印象強いんですけど、音もすごく大きなテーマで、一番最初はこうビープ音という、ブザーみたいなもんですよね。そこからだんだん進化していって、内蔵音源とかサウンドカードが出てきたり、あとは DTM という楽器とはまた違う、コンピューターでいろいろ音楽できますよみたいな話があったり、いろんな、MIDI とかね、あとはアシッドミュージックみたいな画期的なループの世界っていうんですかね。そこから先にボカロが今来て、この先はひょっとしたら AI とかになっていくのかもしれないですけども、音とコンピューターも切っても切れない関係にあると。アナログのシンセサイザーってあったんですけど、それがコンピューター的な処理に入れ替わった最初の製品が、この DX7 というですね、1983年にヤマハが発売した世界最初のフルデジタルシンセサイザー。この時に FM 音源という、いわゆるサイン波っていうんですかね。算数、数学の時間に習ったこういう波があるんです。あれに FM 変調っていうのをかけていくと、あら不思議、いろんな楽器のようなキラキラした音とか、打楽器みたいな音とか、いろんなものがですね、数学的にというか、コンピューター的な処理的にできると。そのためのパラメーターをこう変えていくこと。で、しかもこれ楽器なので、ここにこうホイールがついたりとか、キーのタッチとかでも変わったりするということでですね、もう爆発的な、超人気になったんですね。当時248,000円という、シンセサイザーってもうすごい高いっていうのが常識だったんですけれども、値段の割にはものすごい同時発音数とかも多いとか、いろんな表現力が高いということでですね。ヤマハという会社は1970年代の初めから楽器のために半導体の設計製座を始めたっていうんですね。それがあってですね、他社が諦めたと言われている FM 音源の実用化がやれたということなんですね。日本のエレクトロニクスの歴史ってコンピューターがメインの話になるんですけれども、それだけじゃなくて時計、カメラ、楽器などのメーカーがチップに取り組んだことが大きいんですよね。1980年代初頭は電子楽器を相互につないで音をこう鳴らすだけじゃなくてですね、いろんな制御を含んだ MIDI という規格が登場した時期でもあるんですよね。そういうこう、電子楽器の世界が変わる空気もあって、この DX7 というものがですね、もうめちゃめちゃこう人気が上がってきた背景にもなったんですよね。その後はね、デジタルシンセの世界も、いわゆるサンプリングした音を元にしたものになっていったりとかするんですけども、この FM 音源を使ったこの DX7 はやっぱり、すごい歴史的な、もう金字塔というんですかね、そういう存在の商品です。音楽とコンピューターの世界といった歴史もあるんですけど、同時並行して進んだ電子楽器の世界、それの中のもう一番象徴的な製品が DX7 じゃないでしょうか。ブロックでこう薄いものを作るときって意外に大変なんですよね。上下の関係をちゃんと作らないとバラバラになっちゃうんで、これの場合もそこがちょっとポイントになってます。ということで、できました。ということで、この大きさでね、なんか音鳴ったらもっと楽しいかなみたいな気もするんですけれども、来週もやりますので、よろしくお願いします。